駅の森独立峰の駅山の北山腹にある駅の森。駅の森は岐阜県各務原市が管理、運営するレクリエーション施設。四面の全天候型テニスコート、ローラースケート場、フィールドアスレチック、野外バーベキュー場など多彩な施設を完備していたが2019年3月31日をもって閉園。各務原市南東の駅山の中原に位置し、 展望台からは、名称基礎川、国宝犬山城、遠くは、御竹山、伊吹山が望める。多目的広場、テニスコート、研修室はしようとする日の2ヶ月前から投資施設で予約受付。バーベキューは予約制となる。詳しくは、各務原給食センターに問い合わせ。2013年5月4日に、駅の森内のフィールドアスレチックで遊具を使用していた。 男性客が遊具の足をかけた部分が接損したことによって、約2.7メートルの高さから転落し、微低骨骨折などの重傷を負った。息の森を運営する各務原市施設振興校舎は、この事故を受け、息の森のフィールドアスレチックを同日から4日管理を中止とした。木製遊具折れ、男性骨折義父のアスレチック。MSN3K ニュース。 オリジナルの2013年5月4日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20130504195034/.http://sankei.jp.msn.com、affairs、news、13504。<スロー> CRM13 兆504億1258万 5N1HTM ありがとうございます。